これ仕事終わった後すぐ撮ってるんですけど、今日帰りに前にね、オーズとダブルの一番くじ紹介した時に行ったお店に、ローソンにね、もう一回行こうと思って、どんぐらい減ってるかなと思って見に行ったら、もうなくなってまして、もう早すぎるでしょうって思ったんですけど、もう一店舗電話してもないって言ってたんで、一週間ちょいぐらいでなくなってましたね。いや、ショック。今日の動画はもうそれでね、まあ追加で何回かまたやって、それを紹介するっていう動画を撮ろうと思ったんですけどね、僕の手元には何もないんですよね。ということで今日はもう代わりにこれをやります。ちょっと前にね、これまたガチャポンのワンダーライドブックですね、これをやってたので、で今回は第2弾ってことで、玄武神話とあとピーターだったかなが入ってるやつのこれです。もう玄武神話が出たことは分かってて、でしかも今回もメタリック狙ったんですけど、メタリックじゃなかったんで、ちょっと動画にするのもどうしようかなと思ってたんですけど、ちょっとね、なんもないんでこれやりますか。ちょっと喋りながらね、いやーショックだな。何回かこう引いてね、またね、出た出なかったので、ね、やりたかったんですけど、残念ながら叶いませんでした。まあね、一番くじまだまだねあると思うんで、オーズダブルは結構いい一番くじだなと思ってたんですけど、また今度別のね一番くじ挑戦したいと思います。ということで、はい、出ました玄武神話。僕ね、デラックス版買ってないんで、初ですね、初玄武神話。おー、出ました、パパライダー。こっちか、パパライダーの怒号剣激怒にね、これ刺す仮面ライダーバスターですね。いや、強かったっすよね、この間のバスター。なんだっけ、敵の新しいめちゃめちゃ強い敵が出てきてね、デザストっていう15年前のね、因縁の敵っぽかったですけど、そいつともね対等にこう渡り合ってね、いや腕がなまったんじゃないかとか言いながらもね、めちゃめちゃ強かったですよ、バスター。でそれのまあ食玩版も今ねもう発売されてるんですけど、ガチャポン版だったらメタリックバージョンが出る可能性があるんで、僕食玩はまあ欲しいやつは買うとして、ちょっとこうなんだろう、食玩でもガチャポンでもどっちもいいかなってやつはガチャポンでメタリックを狙っていきたいなというふうに思います。まあ今回は出なかったんですけどね、こんな感じ。じゃあまたこれ作っていきますか、前と同じくね。いやよいしょ、これもね、もうラインナップ2種類だけで、ここにあるかな、ラインナップ、これね、ピーターと玄武神話っていうこの2つだけで、メタリックか普通のかっていう4種類だったんで、まあ、言ってしまえば2分の1なんですけど、全然出なかったですね。これどうやって作るか忘れちゃったな。どうやってやるんだっけ、こっちかな、ここにはめて、よいしょ、でこれをはめて、こっちか、でこれを取り付けるかな、あ違う、こっちか、こっちを取り付ける、あれ違う、その前にこっちな気がする。前とね、同じ失敗するところでしたね。で、こっちか。こっち側ではめると。よいしょ。よし、オッケー。ガチャポン版もね、こうやって簡単に組み立てれるから。よっ。いいですよ、かなり今回のコレクタブルアイテムは。はい。これで出来上がり。お、今回は、意外と。しっかりとひっついてくれますね。シールまで貼りますわ。皆さんは一番くじやりましたか？どうでした？結果。僕もいや、なんならまだポーズ残ってるところありそうなんで、ハズレの方に行ったらちょっとそれでもう一回ぐらい狙ってみよっかな。どうせだったら。これ腕がこっち側だ。怒号剣激怒も僕は買ってないんで、バスターに変
返信は多分できないんですけど、あ、やべ、ちょっとずれちゃったな。連動遊びは今日はどうしようかな。一応火炎剣劣化持ってきたんですけど、うるさいからやめようかな。よし、こんな感じで、はい、できました。簡単簡単簡単に作れますね。おお、玄武神は初だからいいね、新鮮でかっこいいですね。はい、開くとバスター、かっこいい。いや、バスターめっちゃかっこいいんだよな。パパライダーっていう新しいジャンルだしね、素晴らしいね。で、この間はこのジャックンと一緒にね、こういう風にジャックンバスターになってましたけどね。バスターはあれなのかな、フォームチェンジするのが、セイバーとかはこっち側をもう丸々こうやって変えて、あのジャックンとかつけるんですけど、バスターはこの腕の部分がジャックンになってただけなんだよな。そういう風にフォームチェンジの仕方もみんなとはちょっと違う感じなのかな。剣も違うしね。はい、こんな感じ。いいね、ゲームシナかっこいい。どうしようかな、もう今日はここで終わってもいい感ありますけど、そうだね、ちょっとせっかくなんで変身しよっかな。変身します。まずゲームシナはね、これもう劣化しかないんで劣化でいきます。よいしに場所間違えた、こっちか、神獣だから。で、そしてやっぱりこれではバスターに変身はできないんですね。玄武ってだけで神獣の力が剣に宿る、あれだね、要はワンダーライダー、これでこう特別なライダーに変身するわけじゃなくて共通音が鳴った感じですね。なるほど、じゃあ玄武とジャックンでバスタージャックンやってみます。いきます。シリーズ、違う、これソードか、RKF シリーズちょっと買おうか迷ってたんですけど、バスターはちょっと買っちゃうかな、このままだと。いや、バスターお気に入りなんでね、それもまた紹介したいと思います。はい、ということで今日はね、一番くじが買えなかった腹いせに玄武神話を紹介しました。いいね、ガチャポン版やっぱ手軽で遊べるのでおすすめです。ということで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。おやすみなさい。